残り6試合、ここからが勝負だと思ってます。まで来れて、もし優勝を地区優勝できたら、それは誇れることだと思うんで。天皇座に向けて、しっかりとこの勝利をつなげたいなと思います。2連勝できればこれまでの得失点差も含めて僕たちが、同率であっても、同率首位の形で1番手を取れますし、バスケットライブ。